様からのプレゼントだっていうふうに言い聞かせていると神様からのプレゼントだという答え合わせに自分がしていける、だから結果的にいい方向になる。退職しまして、はい、働こうかなと考えてたんですけど、はい、肩の怪我をして手術をしまして、はいはい、波動が変わってきたのかなと、怪我をしたせいで来るという形になったところ、まあ、他のところから、はい、まあ、ぜひ来てくれないかみたいな、いいですね、形にもなりまして、他のところっていうのはもう長く昔からお付き合いがある大切な方なんですけど、はいはい、もうありがたい話なんですが、はいはい、自分としては逆にそういったところに行くと期待に応えなければいけないと、あるある思ってしまってと心配しておりまして、はいはい、どういうふうにしていけばいいのかなと。流れを見ると怪我した話がなくなった面があって舞い込んできたしがらみがあるわけですね。もうちょっとしがらんだ方がいいかなとしがらみから抜けたいという気持ちを断捨離する。私はしがらみの中で行きますよで神様に身を委ねるので、それでもし本当に合わなかったらやめた頃にまた本当にすごいのが来るかもしれない。小林正観先生とかのものの見方とかで言うといい流れに聞こえちゃいますね。過去の経験からすると全ての怪我とかも自分の人生の中でプレゼントなんだよね、魂からの。この怪我がいいことにつながるに違いない、本当にそうなので、君に来てほしいっていう人がいるわけですよ。本当に大変な時に君に来てほしいっていう人ってのは実は結構ね、すぐには分かんない、結局しがらみとかなんかせっかく今まで仲良かったのにお金が絡むとギクシャクするなってあるけれど、それはね神様からのプレゼントだと思うので、流れに身を任しちゃった方がいいかな。もしうまくいかなくなっちゃったらそれはそれででも良き学びが残るので、そこでしか得られないものを僕が思うにそれは良き流れに見えちゃうな。抵抗せずに神様に身を任せてみるのおすすめですね、はい、大事にしてほしい感覚としては人生万事採用が馬っていうのがあって、お城の近くに住んでいるおじいさんが馬を飼ってたんだけど馬が逃げちゃいました。周りの人が大変だったねって言うけど、これが大変とは思わないよ。したら逃げた馬が奥さんを連れて帰ってきたから馬が2頭になったんだよね。よかったねよかったねって言って周りはもてはやした。その後に馬に子供が生まれて、子供の馬に自分の息子を乗せていたら息子が落馬をしてしまって骨を折ってしまった。でみんながかわいそうにって言うけど、いやこれかわいそうでもないよっておじいさんは言った。その後に大きい戦争がその国であって、骨折してた息子さんは兵隊に出なくてよかったねとかっていう、全てのことは一概にはこう不幸ってのは決められない。僕自身がいつも自分で言い聞かせてる言葉が、僕は絶対神様に愛されている。辛いこととか大変なこと、規模が大きくなったらゼロではないです。そんな時になんでこんなこと起きちゃったんだろうみたいな苦しむよりも、いやこれは神様からのプレゼントだっていうふうに言い聞かせていると、神様からのプレゼントだという答え合わせに自分がしていける、だから結果的にいい方向になる。いろんな選択をするとき、合ってるか間違ってるかっていうよりも、どんな結果になろうと私は神様に愛されていることを言い聞かせながらやる。私自身こんなんでもね結構へこむこと多いんですよ。へこんだ分が器になりますからね。だからへこむことが多くて、だけどこの選択が良かったのか悪かったのかいろいろあるけど、大丈夫、神様に愛されてるかって自分で自分によく唱えてますね。ご視聴くださいましてありがとうございます。いいねやチャンネル登録、応援いただきましたら嬉しいです。100年残る作品を描いていく活動の励みにさせていただきます。私は世界遺産の静岡市三保半島にアトリエ美術館を建てさせていただきました。次にほんの数日ですが観覧できる日もあります。お越しの際は概要欄から観覧可能日をチェックしていただけましたら幸いです。また全国各地で講演会もしております。どこかでお会いできることを楽しみにしております。